釧路運輸車両所有地の救援車水に5 5 1 4を代用景品急行電鉄でと17救援車とは、鉄道事業者が使う事業用鉄道車両の一種で、ある。災害、鉄道事故や除雪現場などに出動し、枕木等の応急復旧資材や、工作機械の保管、運搬、作業員の休憩所代わりに用いられる。日本国有鉄道では、 戦前から職業者の一種として、非常用車や救援車代用貨車が存在していたが、1953年6月の車両消防規定改正により独立した車種として制定された。従来、鉄道事故の復旧作業は発生後に復旧機材を積んだ自動車や列車で現場へ向かっていたが、これでは手間がかかること、さらに当時はまだ道路網が発達しておらず、 自動車利用の場合は現場への移動だけでも時間がかかることも少なくなかった。そこで事故が起きてから準備をするのではなく、事故発生時に迅速な復旧作業ができるよう、あらかじめ機材を積んだ鉄道車両を常備しておくという発想が救援車のもとになっている。ほとんどの場合、営業用としては古くなった車両を改造して製作される。また、 廃車した車両の台車や機器などを用い、車体を申請する場合もある。車内のスペースは、復旧用資材、機材の積載スペース、作業員の休憩スペース、簡易な厨房設備、トイレなどからなる。スペースの配置や寸法については、車種や配置先の実態などにより、大きく異なる。マニ千百八十三の車内地域や車両個体、等による差もあるが、 主に以下のようなものを搭載していた。現在では、道路網が充実したことや、ダイヤの過密化などにより、あらかじめ復旧用資材をコンテナに搭載させて、車両基地に常駐させておき、災害などの緊急時にはそれを、機動性のあるトラックに乗せて現地に駆けつける場合が、ほとんどで、また車両故障による出動も近くの営業車両を、運転打ち切りにして行うか、 最寄りの車両基地の予備車を使って行われている。このため、救援車が出動する機械は、道路から離れた場所での災害、事故に限られており、実際に使用することは、極めて稀な事態とも言える。実際に都心部では、廃車が進み、必要最小限度の保有となっており、残存する車両も、側線で、朽ち果てるように留置されている。 国鉄及び JR 各社における記号は、え、ほとんどが旧型客車や用途廃止された荷物車、郵便車を流用し改造している。このため支車はバラバラで同じ形式でも外観や内部の形状が異なる場合が多い。窓は元の種車と比べると塞がれるなどの改造が施されているためピッチは不連続になっている。また、 側扉は片側に以上が配置される。扉や窓に鉄格子がはまっていることも多いことから外見は荷物車に似る。塗装色は武道色2号。側面に白文字で救援車と書かれている場合もある。国鉄末期の1986年のダイヤ改正で郵便荷物輸送が廃止になり製造から10年に満たないにもかかわらず。 余剰となった50系客車の間に50型や、スユに50型を救援車代用として使用することになったため、車令の古い旧型客車の救援車は一掃された。なお、救援車代用貨車は、現在も各所に配置されているものの、こちらも救援車代用コンテナに置き換わっている。主な救援車過去に存在した、国鉄の救援車京浜急行電鉄には、 初代線系の廃車発生部品を流用した、デト十七点一八系、各二両の合計四両が在籍する。九百七十九年から九百九十年までは、デト二十系二両が、九百九十年から二千十年までは、区と一系二両が、救援車として使用されていた。相模鉄道は、編成組会で余剰となった、九七線系を改造したもや七百系四両を、 保有する。1975年から2007年まではも、22000計が救援、事業用車として使用されていた。阪神電気鉄道では、旧型電車からの転用ではなく1987年に、新造された救援車が存在する。両運転台を持つが、制御車であり動力装置は持たず、単独運転することはない。営業用車両の前後に連結されて、事故現場へ、 復旧資材の運搬等を行う。外観はコバルトブルーで正面にバーミリオンの赤帯が入る。阪急電鉄では920系を改造した4050系救援車を4両保有している。動力装置は持たず営業用車両で救援車を牽引する。山陽電気鉄道では3000系の付随車3550型を改造した1 5 0号救援車を保有していた。運転台。 動力装置を持たない付随車であり、使用時は3000系または2300系に連結して使用される。推進運転で現場に向かうこともできるよう、付随車ながら両端に全消灯、連絡通話装置、保安ブレーキスイッチ ATS 受電器、警笛を備えていた。東二見車両基地に配置されていたが、2010年6月30日付で廃車された。 西日本鉄道では5000型を改造した3両固定編成の救援車を筑紫車両基地に配置している。ありがとうございます。